皆さんこんにちは、大滝真央です。今日の真央チャンネルは、前回出した足裏の動画が結構皆さん見てくださっていたようなので、もう一つ足裏の、エクササイズをご紹介したいと思います。今日もアップで足を取っていきますので、一緒に真似をしてやってみてください。それでは行ってみましょう。前回と同様に足を縦と横に開いてから行ってください。今回のエクササイズも、横と縦を使いますので、縦はあまり使わないんですけど、一応可動域を広げといた方がやりやすいです。なので、横と縦ととにかく開くよ。開かないと、なかなか難しいエクササイズになるので、横と縦とバッチリ開いて、で今日は、両方とも一緒に行くので、左足と右足と両方とも開いておいてください。はい、縦と横と、よいしょ。もう一セット横と縦で開いておいてください。はい、じゃあ一緒にプラスちょっと土踏まずを上げる練習も両方いっぺんにしておきましょう。1、2、3、4、5。で今日はよく開かないといけないので、開く閉じる開く閉じる、開いて閉じて開いて閉じて。はい、じゃあ早速いきましょう。今日は両方いっぺんにいってください。両方いっぺんにいった方が、いうことを聞かせるのが難しいです。全部上げて、まず親指つきます。その後に小指をついてください。で3本指をペタッとしつける。もう一回いきましょう。指上げて、親指つけて、小指つけて、3本指ペタッとつける。もう一回上げて、親指、小指、3本ペタ上げて、親指、小指、3本。いけましたでしょうか。これ今度逆からいきますよ。上げて、小指つけて、親指つけて、3本ペタとつけて、上げて、もう一回、小指、親指、3本上げて、小指、親指、3本つけて、上げて、小指、親指、3本つける。はい、親指からつける方は意外と皆さん楽にできるようです。親指、小指、3本で、小指からつけるときに小指先にこうつけますよね。そしたら親指を遠くに開いてあげないと3本指が入るスペースが生まれてこないので、4本の指をこうまとめて使わないように、まとめてこういうふうに固めちゃうと親指つかないので、全部分解させます。分解、こうピアノ弾いてるみたいに、で小指、親指、小指、親指で3本ピタ。はい、ということで、第2弾お送りいたしました。親指から小指につけるのは、まあ、簡単だと思うんですけど、小指から親指が少し難しいと思うので、まあ、挑戦してみてください。はい、あとですね、
使い方としては親指をつけた後にこうアコーディオンってこう伸ばすじゃないですか。伸ばすのとああいう感じで指をぐわーって開いて小指をポトで落とすとこの3本指が、開いたまま置けるスペースが生まれてくるので近くにつかないようにしてください。この子が近いとこの子たちも入る隙間がなくなっちゃうので、それは同様に小指からつける時も小指をつけたらこの、親指の方をアコーディオンみたいにウィーン開いてピトッとつけて3本ピトッでつけるみたいな。言ってると簡単なんですけど意外と、指が思ったようにこうアコーディオンのように開いてくれないのでちょっと練習が必要かもしれないんですけれども、まあ、これも面白いエクササイズなのでやってみてもらえるといいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。